私まだパジャマだよ。本当に時間ないのに。お母さん、私の制服ないよ。時間ないよ。時間ないのにどうしよう。あ、おはよう。ダメだよ。朝はちゃんと「おはようございます」だよ。うん、おはようございます。早いね。今日までお休みなんだから、もっと眠っててもいいのに。ふぅ、難しいよ。あ、そういえば、時間と制服がないんだよ。そうだけど、でも。私の制服知らない？変じゃないよ。あ、でも、ちょっと湿ってる。どうしよう。そんなことしたらシワになってダメだよ。そんな生活の知恵やだよ。うん、そうだけど。うん、でも私は部活があるから。私、部長さんだから。やっぱり冷たいよ。肌に張り付く。ふう。お待たせ。全然良くないよ。一生懸命走れば間に合うよ。ん？今日は冬休み最後の部活だから昼過ぎには帰ってこられると思うよ。いいよ。私でよければ OK だよ。いいよ、それくらい。だってこれからこの町で暮らすんだから、ずっとね。うん、そうだね。あら？なゆき、まだいたの？もうこんな時間だけど、今から間に合うの？ 100 メートルを7秒で走れば間に合うよ。頑張ってね。うん。おはようございます。いつの間に起きていたんですか？朝ごはん食べますよね。私の朝ごはんは？もう少し早く起きたらね。お腹ペコペコ。今日は昼過ぎには帰ってこられるんでしょ？だったら昼は少し遅めにするから家族全員で食べましょう。うん。それでもうこんな時間だけど大丈夫？全然大丈夫じゃないよ。行ってきます。行ってらっしゃい。気をつけてね。うん。もう少し早く起きてくれると助かるんだけど。明日から大変ですね。ただいまー。ただいま。お母さん、お昼の準備手伝うよ。料理できるの？お皿並べてて。うん、そうだよ。びっくりした？そんなに驚くとは思わなかったから、私もびっくりだよ。いきなりじゃないんだけど。起こしたのになかなか起きなかったから。うん。ふーん。そんなことはないよ。ただ、羨ましいなって思っただけ。私、朝弱いから。何の用だ、じゃないよ。町を案内してほしいって言ったんだよ。まさか、忘れてないよね。なんかしらじらしいよ。セリフが棒読みだよ。ふう、ごまかしてる。あら。どうしたの？二人揃って。散歩だよ。気をつけてね。ちょうどよかったわ。途中で商店街に寄ってもらえる？うん、私はいいよ。ありがとう。だったら、このメモに書いてある材料、買ってきてもらえる？それじゃ、お願いね。まだ2歩しか歩いてないよ。まだ玄関の門も通ってないよ。だって冬だもん。当たり前だよ。そんなことないよ。いいお天気だよ。とりあえず、どこ行こうか。じゃあ、商店街まで散歩だね。あんまり変わってないと思うよ。あの頃はカバン持ってくれたんだよ。普段はお母さんが作るよ。でもお母さんが忙しい時とか仕事がお休みでゆっくりしたい時とかは私が作るよ。できるよ。私、料理は得意だよ。誰かと一緒にしたら嫌だよ。レシピがあれば大抵の料理は作れるよ。そのうち嫌でも私の料理食べてもらうよ。なんだか引っかかる言い方だけど、でも楽しみにしててね。それでは買ってくるよ。一緒に行かないの？そうだね。じゃあすぐに戻ってくるよ。ちゃんとここで待っててね。そういえば、なんとなく昔同じような場面があったような気がするよ。